えそれでは、の色盤の模範対局をね、はい、もう一度復習しながら話していこうと思います。はい、最初はこのようにパラッパラッと布石を打ちます。はい、石がくっついてきた時は、周りに来たらご挨拶。はい、強い時は派手です,、ね、そうですね。ここはちょっと弱そうだから伸び。はい、そしてここちょっと断点が、はい、キリがありますので守ります。はい、で黒はここに字を取ろうということで、ここに来ました。はい そしては、ね、これは入れてくださいと、ねはい、そうですね入れませんと、はい、でここはしっかり伸びですね,ですねこれは跳ねるのはちょっと危なかったんですね、はい、ここを打ちましてそれでこういってここもしっかり伸びていきます、はい、そうですね決め打ち後ですとここまで決めておいて、うん、あと自由に打つというのもいい方法です、はい、さあここで、えー、まあ模範対局はこのように打ったのですが、はい、これがいい手なんですけどね。 えー、私もねあの入門の方随分お教えしてるんですけどご覚えて1か月2か月ぐらいの方だとこの辺まで来る人いっぱいいるんですこれは踏み込みましたね、うんうん、でも元気がよくてね、はい、いいんですよ、うん、いいんですけどもねそうするとね初心者の方同士だといろんな人がいるんだけど大抵こうやっちゃう人が多い、はい、でもね実はこれは少し生意気になってたとじゃあちょっと打ってみますか、えー、じゃちょっと怒ってみますか、えー、そ,そうですそうですこれはちょっと行き過ぎなんですね、はい ここに来られると、こう切ってこれを取ろうとするんですが、ここポイントなんですね。はい。この白の番なんですが、これどうしてもね、覚えたての人は、はい、あ、自分の石が取られそうだと、なんかどっか逃げようと思っちゃう人も結構いるんですが、はい、この黒を取れば、この白は取られなくてです。はい。これとても大事なことなんですね。す相手の石を取ると自分が助かる。これが分かっただけで急に強くなるんです。はい。さて、じゃあ、この石を取るためには、はい ちょっと当たりにしたいですが、端っこに追いやりたいので、でねはい、こちらからいきますかそうですね。これね、5番の端に追い詰めるのが大事、はい、こちらから当たりってやると、逃げられた時に 1,、はい、1、2、3、3つも空いてしまうので、<お>逆に白の方があと1手、2手で取られますので、はい、失敗になるんですね。こちらに打つ。そうすると、もうこう逃げても、そうですね、すね逃げても逃げても、 これは,、うん、これはこう3つね、はい、こう取られて王損になりますから、はいまあ、もしこういうふうになっちゃったらね黒はこう逃げないでこちらから打ってこうなるのですが、はい、これは黒がここへ打ったのに比べると白の字が増えて黒が減ってますから、はい、だいぶ黒が損なんです。そこででうなんんすね入入れれてください、はい、入れませというふうにこれあの模範対局ではこのようになりました。はい なりましたねじゃあこのこうじゃなくてねここに来たとしますね、はい、えこれはまああのよくねこういうこと打ってなんかなんかどっか取っちゃうぞっていうね、はい、人いるんですけれどもまああんまり言ってじゃないかもしれませんけどねでもこっちに打ちたいですよね、はい、黒は入れてくださいなので、はい、もしここに来た時にねは,はいで実はねこういう状態がね結構ね間違える人が多い、うん 落とし穴があるんですね。落とし穴。これなぜかっていうとね、はいあ、ここだからこっち行きたいじゃないですか。はい。これは白は押さ、はい、えますか、はい。で当たりだから継ぎますって。これよく非常に多いんです。はい、これ結構ね、碁を覚えて1年ぐらいやってる人でも、 よくこの形できる。1年どころじゃないね。<ー>3年、5年やってる人でもね、よくあるんですよ。これ何かあるんですか、ね、危ない形。これに気づいたらこれだけで、はい、結構初心者同士やってると勝てる。<お>はい。どこでしょうかっていうと、危ない斜めにご用心をプロがしてないんです。はいはい、だから、相手の危ない斜めを狙えと。はい、ここがポイントですね。となると、はい、やはりここですか。はいはい、これで、この4つが当たりになっていて、はい、こうやって。 先こうやってこういうふうに抜けてしまうと大損と、はい、これよくできる形なので要注意なんですね。はい、でこのこれが2つ並んだ形の時はね今すぐは守んなくていいんです。うん、どこか他のとこころへううういに打って、ね、何もしなければここに来ても2つ空いてますからね、はい、石を取る時はこうじゃなくて碁盤の端に追い詰めて。はい こうですね。はい。はい。で。持っても、うん。で、これで。取れますから。はい、大丈夫なんです。で、このままにしておくんですね。はい。で、ただ白がここに来たら。ですね。ここに来たら、あの、ここしっかり。守ってください。はい、これが大事なことですね。はい、え、あの、これ、これなんかもね。かなり。経験のある人でも、これやっちゃう。ああ<ー>。え、これ、こうやんなきゃいけないです。これだとまずいんですね。こうやると、当たりで。 つないでくれればいいけど、こっちからくるってことがあってね。これ一個取れますけど。うん、取ってるとね、はい、こちらでまた当たりなんですよ。これ。これ次、これで取られちゃうから、つなぐと。はい、はい、全部取られましたと。ああ<ー>、うん、大きいですね。うん、この形はね、はい、私もね、随分多くの方にね、ご教えしてるんですけれども。はい、こうなった後、間違いが多いので、うん、黒は何もしないで。他のところへ打って。はい。ここに来た時に。 しっかりここへ守るというのがいい打ち方なんですね。はい。戻しまして、はい。じゃあ入れてください、入れません。これも反対局ですよ。はい。こうなりまして、はい。これは当たりですから、つなぎます。<が>危ないなめですね。はい、はい。それで、こうですね。すね危ない斜めに、ご用心。で、ここに切って、はい。これも、ここに白に打たれると困るので、守りました。 で白もこここしっかり、ね、これで模範対局黒が31目、はい、白が23目で黒8目勝ちっていうことなんですが碁、はい、ってねそのどこで終わりかっていうのはお互いが合意すれば終わりなんですよね。あそうですね,ねでこれで黒の字、はい、白の字と認め合えば終わりなのですが、はい、認めないって人もいるわけ。 まだじじゃないぞと言。じじゃないぞってこういうことやってきたらどうだと<ー>こういう話をしようと思うんですね。はい、ここに来ましたね。この石はね強い人ならこんなすぐ取れるってわかると思うんですけど、これ取れないで逆に黒が取られたりしたら大変ですよね。ちょっと心配ですね、はい。ここに来たらどうするかというのをやってみます。はい、じゃあこれをじゃ取りに。じゃちょっと。 ね、端っこに追いやっていきたい。と思います、はい、5番の端に追い詰めるというのが大事です。はい、こうきます。はい、それでそうですね。はい、ま、これはどっちでもいいんですが、はい、あの考え方としてはこの黒とこの黒がこう分断されましたよね。はい、そうした時には自分の弱い石の方から動くとこれがコツなんです。こっちが弱い石だから、はい、まあ基本はですよ。例外あるんだけどね。はい、まあこっちから打ってる方が確実です。で、これ取られない。 でこうやったらしっかり止めましょう、ね、これはもう逃げきれませんよねはいでここでもこう来たらこういうことやってくるからこれはしっかりそうそうあこれすぐ気づけばいいけどこれでこの3つが当たりになっている、ねはいね、これはここへ逃げてもこれはこれ取れますね取れます 動けませんので。はい、えー、まああの黒の字もね、あの陣地の中入れてるから減ってるけれども取ってますよね。そうです、ねはい、今2つ取りましたよね。2>, 2個。はい。取った石は字を数えるときに相手の陣地に埋めるわけですから。はい。あのこれも点数なんですね。なるほど。これ黒が2個ここで取りましたが、そうそう後々ここの白の陣地を減らすことに使えるわけですね。白も2つ入れたけど白も2つだから、はいうん、プラスマイナスゼロで、まあ白も別に損はしてないんですよ。はい。 それからこういう石は死に石といってね碁が全部終わった時に当たりこうやって取らなくてもこのままで最後にお互い終わったと合意した時にこうやって後で埋めるともうすでに取られていると,いうことでそういいわけなんですね、はい、ですからここは大丈夫とはいそしてではじゃあ今度黒がね、はい、じゃあ黒これこれどうでしょう、ね、これも同じく、うん、そう当たりはいただねこれちょっと注意しなきゃいけないこと 弱い石はい、弱い力でこの場合ね、そっちから行っちゃうと、これが詰まってるんで、ここを取るときは入れていいんですよ。そう。に入って逆に取られちゃう。危ないですね。この場合ちょっと例外。この場合はまあ外側から。はい。まあこれはねあの攻め合いっていうんですけどね、戦いこういう攻め合いになった外からっていう。はい。またこれ法則があるんですが、はい。ここに来たときに、これはうんこれでこれ三つ取れますので。 まあ白を3つ入れましたけども黒を3つ取ってあとで地に入れます損、ねはい、得はないと。というわけでこれでえ終わりということになって、はい、強い人同士だったらこれ以上やらないで終局ということになるわけですね。はいはい、えそれではあの先ほどは切りなどでしたが、ええ、ちょっと。 もうちょっと違う風に書いていくとどうなるうかそうですね。逆にここに白の字を作っちゃおうっていうね。はい、そういう風にやってくることもありますよね。はい、これも強い人同士だったらこんなところでは、はいあ、とても白の字はできないってわかるんですけれども、うん、最初はわかんないからね、はいあ。やってみるのはすごくいいことです。はい、で、この時に黒がどうするか。 大事なことは、<ー>この石を端の方に追い詰めるっていうことなんです。それはもうずっと変わらないんですね。あのこういうふうな手を打つとかってよくないんですね。<ー>こういう風になるべく端に追い詰める。で、白もちょっとこっちに逃げていきますか、ね。こういう時もね、こういうふうなのがいけないよくね、はい、オセロゲームやる人、こうやるんだけど、こういうことをやると、なんか白の地がこう広がってきてね。はい えー、生きてしまうことがよくあるんで、はい、こういう感じでこう。うん、なんていうんですかね、端,っこに端に追い詰めるという。うちょっと追い詰められてきます、ね。この、ね、字はできそうですよね。はい。ですが、これを狭めていきます。で、で、これが当たりなので、守ります、はいはい。で、これが一体何かっていうことなんですね、うん。これは白ここ一目じゃないんですか。そうですね。白一目の字ができたというふうに見えるんですけれども。はい この形はね、はい。これ外が詰まってきましたから、黒から後でここに打てば、あ外が詰まって中に打つと全部囲んでるからこれ取れるんですよ。取れますね。だけど白はそれを防ぐ方法はないです。ないでここに打っ,打っちゃいけない。これ打った瞬間に全部取られるから。はい、だから、これは死に石ということなんです。はい。で死に石というのは、あの、5が終わった時に、 これここに黒は打たなくてね、このままこう取り上げて相手のじにもうすでに取られているので、はい、打つ必要がないんですね。すこれ<も>死に石、つまり、はい、ここは白が入っても黒のじというわけなんだ。はい。えー、それではこれからね石の生き死にというお話し,します。これとても大事なことなんですよね。はい。この石がまあ生きているっていうことは。 白の字だっていうことこですよね、はい、でもこの場合は一目の字ではなくて黒から打てば取れる、はい、白はどうしようもできないないから死に石ということです一、はい、つではね、はい、じゃあ二つはどうかいやーちょっと広がりましたけど,広いんですけどね、はい、これもね実は死になんですねあこれもですか、ね、死にということは全部取られて黒の字なんです、はい、というのは白はやりようないですよねここに打ったら これ取られ同じ形ですね,ね。ここに打ってもやっぱりこれで取られちゃう。はい、じゃあ、えー、黒からは、まあもしやるとすればここに打てば、取れますが、はい、あ取るときはここ入れられるから全部取れる。ね、はい。だからこれは死にということなんです。うん、ね。二目では死になんですね。はい 外側が詰まってればってことこですよ、はい、外側にこう囲まれて2目で外側の黒の石を取ることができなければこれは死に、はい、まあ外側を取れれば別ですけどね。はい、で今度これこれ123目3つあります。はい、これはじゃあ死にか生きか生きっていうのは白の字なのかこれを取られているのか、はい、じゃあどっちか。ちょっとだいぶ広くなりましたけど。 でこれはね、結論から言うと黒から打てば死に<お>白から打てば生きつまり白地になるということで、はい、えまず黒から打つ場合、ね、はい、考えてみましょうじゃあどっかじゃあまず <laughs>、ね、じゃあちょっと真ん中です、ね、かこの真ん中がいいですね、はい、真ん中に打たれるとこの白は手出しできないんですよこれここに打つとこ,れはここに打ってこれ全部。 囲んで取れちゃいます。すね、こっちから打っても、ここに打てば全部取れちゃいます。はい、手出しできないんです。で、黒からは、またここに打って、取っても、2> 2<個>この形と同じになりますね。あまあ、ほっとけばいいんですよ。ほっといて死人になるわけですよね。まあ、またここに打って、取ったとしても、最後にここで取れますから。結局、この形は、黒が真ん中に打つと、 もう動きが取れなくて死につまりこれ白石があるけど最後終わった時に全部取り上げて黒の縁になっちゃうただあのこれ外囲んでる時ですからね、はい、あのこっちの方に白がずっと伸びてる時は別ですよ。はい、こう囲まれていてこの3つになった真ん中に打たれると死に。はい、じゃあこれが取られないためには白から打つとね取られないようにできるんです。それは ということは先ほどのところにちょっとやってみますかこです、ねで。ここに打つとね、これ二つできるんですね。二<ー>つできるの目というんですけども、目,目が二つあると行き。はい、ねどういうことかっていうと、二つあるとここに打つてはあこれでも黒、全部塞がれてますね。黒、うん、<り>打っちゃいけない場所ですよね。はい、相手の指取れるときはいいけど、ここが空いてるから、うん、白を取れませんから、ここは打ってはいけない場所。はい、ここは これも同じですか？生まれてますね、はい打ま。打ってはいけない。つまり打ってはいけない。場所が2つできると、うん、これは取れないから、はい、これは行きということで、白の二目の字ということになるんです。はい、ね、ここが生き死になんですね。これは死にで黒の字ですけど、うん、この二目は離れた離れた2つ以上の目ができると行きというんですね。はい これはどうでしょう。これ同じ3目ですけども、黒から打つと。黒はじゃあさっき真ん中だったので、はい、こっちも同じ真ん中にやってみますか。そこに打つと離れた2つの目ができないので、はい、これは死になんです。はい、逆に白が離れた2つの目をつくるそこになるんですね。はい、これでここも入れると取られる。ここも入れると取られるから、はい この白を取ることができないので、これは一気で白の二目の字ということになります。最後にこれですね。これは四つあるんですよ。四つ。これ四つあるとこうなってるとこれは一気なんです。なぜかというと、あのこういうふうに打っても確かに二つできますけれども、打たなくてもここに来たら、ここに来たらじゃあ二つ作りたいのでこちら止めますか。こことこことで目が二つ。はい。じゃあこっちに来たら。 逆のところに、ね、こことこことで目が2つ 2>、はい、つまり黒はここも入れないここも入れないということになりますので、はい、これはね4つこうなってると4目こうなってるとこれで生きということになります。も何も打たなくてもすでに生きてますか。すね、これは死にこれは白から打てば生きこれはこのままで生きということなんですね。はい えー、それでは生き死の問題をいくつかやってみたいと思います。はい、お願いします、はい。まずね、これなんですね。これって面が2つあるから白、はい、生きているように見えますよね。はい、一応こう2つしっかりありますか？うんえー、でも実はまだ生きてない,、はい。あ、まだ不十分なんですね。えー、黒からあるところに打つと、はい、これが死にで黒の字になると、はい、こういうとこなんですね。はい それはどこでしょうかまあまあこの辺ですね。す <laughs> ねちょっとこちらは手出しできないような気がしますね。ここは目です完全な目です。となるとこれ目の格好してるんだけど、ちょっと怪しいんですよ。じゃあちょっと、はい、試しに。こちらにやっていくとどうなるんでしょうか、はいはい、ここに打つと、これがね目、目のように見えるけど、目ではなくなってしまうんです。どういうことかっていうと、ここに打ったとしても、ここに打ったら、 当たりりりでですすよねねこれあそうです、ね、じゃあしっか守まつないだとほら目だったところが目じゃなくなるから一<っ>つになりますから、はい、死んでしまいますね。で黒からここに来ても当たりだからつなぐとこれで取られちゃう。そうですね、ということはこの形は目のようだけれども目ではない。はい、これを掛け目と言います。掛け目は目ではないんです。ここ、はい、に来られたら目が一つで。 はい、死んでしまうんですねいつかは当たりになってしまうんですねで,すで逆に白の番だとすると、はい、ここに打てば、はい、これはもう当たりにならない格好ですよねそうですね黒が例えばこう打っても、はい、打ってもここも入れないですね、はい、ここに空いてますからねこっちも入れないから目が二つで行きという形になるので、はい、これはここに打つと死,死に、はい、白がここに打つと行き、はい、黒がここに打った時はこれが掛け目という で死になんですねはい、はい、それじゃあ今度これ行きましょうはいこれも目が2つあって生きているように見えますが、はい、黒からあるところに打つと掛け目ができるんです、はい、これはちょっとこちらは目がありそうなのでじゃあこっちの目を狙っていきます、はい、そうですね彼に打つとこれはもうここに打ったら取られてしまいますよね黒ので取られちゃいますねで黒からここに来られるとこれが当たりになるので つなぐと一つになっちゃうから、はい、取られ、あの黒にこう打てば取られますから。はい、もうこの時点で、これは死にということになる。はい、で逆に白が、はい、こちらに。ここに打つと、はい、もうこれはもうここも、ここも入れないのできと。はい、こういう場所をね、見つけることがとても大事なことなんです。はい、じゃあ最後にこれですね。これどうでしょう。これ,これもね、あの、黒からあるところに打つと死にになるんですけれども。はい まあちょっと。こちらはもう、はい、鉄壁の目に見えるので、はい、こちらに打ちますか？そうなんです。これちょっとわかりにくいかもしれないんですけどね。はい、ここに打った途端に白はもうやりようがないので、白があのこんなとこ。入ったらこれで4つ取られます。はい、で、黒からここに打たれるとこの3つの石が当たりなんですよ。次にこれで取られちゃう。はい。じゃぐと、繋ぐと目が1つで死にで、ね、ということになりますから。 こう打たれた瞬間にここが掛け目ということですね。逆に白がこちらに打てばはいそうですね。えこれはあの掛け目のお話でした。はい黒がこれもこれもここに打つとここが掛け目ですし、これが掛け目ということですね。はい。まあ掛け目というのはなかなかね、えー、分かんないという方もね、うん、あるんですけれども、はい、慣れてくるとだんだんね分かってきますのでね。はい。ぜひこれも覚えていただきたいですね。